はい、皆様こんにちは、ジェーンです。すっかり年末ですね。年末ですが、ナチュラリウムタイムズをご覧いただき本当にありがとうございます。で、今回は2023年多分最後のメンテナンスをしようと思います。この60センチスリム水槽、ここにはベターのニモさんという子がいるんですけれども、その子が結構な存在感を持ってるんですね。以前飛び出しをしちゃったんですけど、一命を取り留めて今日も元気に生きてるのですが、この観葉植物やら水上葉になってしまった水草の根っこなどで、この60センチの半分、つまり30センチぐらいは根っこだけしかない状態になってるんですよ。なのでニモさんが見たくてもラッキーな時しか見れないっていう状況なので、ちょっともう流木をどかしたりとか、あと根っこも思い切ってバシッとカットしちゃいたいと思います。私の髪の毛のようにね、はい、というわけでこの水槽のメンテナンスをして今年を終えたいと思いますので、すっきりとした気持ちで身を得ることができると思いますので、よかったら最後までご覧いただけるととても嬉しいです。では早速始めましょうか。 OK、 Let's get started。ペペロミアペッパーミルっていうのがこの水槽に入れてたやつなんですけれども、それがどうも水槽の中での管理に向かなかったみたいで、ポロポロと葉っぱが落ちてしまったので、こうやってね、もう植木鉢に移して植木鉢で管理していこうと思います。せっかく可愛い植物買ったのに全部枯らしてしまったら残念なので、まあ、早めに気づけてよかったなと思ってるんですけどね。はい、ニモさんおいで、カモン、来ました。こちら前に作った飛び出し防止および光を取り込むためのアクリル板ですね、透明の。これをつけてから特に何の問題もなく、何の事故もなく過ごすことができるようになりました。このポトスのポトスだけじゃないんですけど、ディフェンバキアとかカラテアとかいろいろあるんですけど、これも元気に育ってます。根っこ切ったにもかかわらずね、こんな感じでね、新しい根っこがしっかりと生えてきてるのがご覧いただけるかなと思います。こっちの観葉植物は、これは何かな、まあいろいろありまして、これは水上葉になった水中のロタラなんとか、ロタラなんとかがすごい勢いでいい感じでね、コントラストを生み出してくれてますけど、水上の感じはいいとしてもね、やっぱりここですよ。こんな感じで、もう本当に水草なのか根っこなのか何なのか全然わかんない状態なので、カットカットしていきたいと思います。この流木に、いや、根っこがいっぱい絡まってるみたいで簡単には取れませんが、これ取るだけでも結構すっきりするんじゃないかなと。流木がある必要性もなくなってきたんでね、もう観葉植物がこんな立派になっちゃったんで、ちょっと頑張って流木取ってみたいと思います。
こんなでっかい流木が実は入ってました。結構でかい、このような形で入ってたんですけど、まあなくてもいいね、ない方がいい、すっきりしてる。で今流木を取ったおかげで根っこがね、いろんな植物の根っこがこんな感じでわさーっと出てきまして、これもね切っちゃっても多分大丈夫なんですよね多分ですよ。この辺の根っこをガツガツ切っていっちゃおうかなと思います。この水上葉になったロタラなんちゃらの根っこなんかは細くていっぱいあるので、もう私は水中美容師みたいな気持ちで植物の生命力を信じてね、切った根っこに負けずまた復活してくれる日を楽しみにしつつ根っこを伐採していきます。細かい根っこの多いこと、そして傷んだ根っこも出てきますね。何の根っこかは分かりませんが、すっきりしました。ていうか流木なくなった時点でだいぶすっきりしてるんですけれども、これでニモさんが見れるようになるかななんて淡い期待を抱いておりますが、これで観葉植物をね一旦ガガッと奥に寄せてみたらどうなるかな。今までとはだいぶ空間が全然違うんじゃないかと私は思うんだが、はあ、微妙。やっぱり観葉植物の根っこもいかついですな。これはもうソイルに完全にぶっ刺さってるんで引っこ抜けないな。うん、切るのはかなり至難の業ですね。でも横からちょっとだけ切ってみようかな。えいえいえい、うわあ。水草も一緒に切っちゃったけどしょうがない。まあ世間は年末年始師走の多忙な時期ですが、メンテナンスするのはね、しないといけないものなので、しなきゃいけない時にはねサボり気味な私ですが、年内の大掃除というかちょっと気になってたところを思い切って変えてるっていう感じなんで、まあいいんじゃないかなと。まあ、以前ね、ゲリラライブでもちょっとお話ししたんですけど、私は年内にエーハイムの2213だっけ、外部フィルターを大掃除して2つ、この60センチのやつはやってないんですけど、 ADA と JX の30センチキューブの外部フィルターを大掃除しまして、それが年内にできてよかったのと、あとコリドラス水槽とかをちょっとリセットしたんですね。コリドラス水槽いい感じになりましたよ。はい、水をプロホースで抜いていきますね。
な感じなんですけど、水ほとんど抜いてちょっとよどんでますけど、このソイルがね、前もお話ししたんですけど、どこかの会社のなんかよくわかんない肌色のソイルなんですけど、これがね、私あんまり好きじゃないんですよねと思って、その上にラプラタサンドとか敷いたりしても、このソイルっていうのかな、なんかわかんないけど、砂が上にどうしても出てきちゃうので、今回この砂利がありますよね、これ ADA のアクアグラベルなんですけど、アクアグラベル残ってんの全部入れちゃおうと思います。そして注水します。これ ADA のやつで、残りはもうあんまりないんですよ。こちらアクアグラベル洗ってきますね。はい、洗ってきました。これをちょっと待って、これをパラパラと入れていきますね。ニモさんがちょっと心配そうに見てます、アヌビアス・バルテリーの影から。はい、ここはグラベル終了。じゃあ綺麗な水を入れていきたいと思います。お、ニモさんここに来てるじゃない、泳ぎやすくなったでしょう。掃除してきます。結果的にエーハイムも掃除することになりました。掃除する予定はなかったんですけど、でもまあ綺麗になったんでいいかこのエーハイムと、あとビューっと向こうに2つエーハイムがあるんですけど、今年中に3つね、エーハイム2213を掃除することができてよかったと思います。ブラックホールか、あの活性炭ね、活性炭も変えることができて、もうえらいことになってたんで、変えることができてよかったと思います。そしてスピンパイプ、今までポピーパイプ使ってたんですけど、ちょっと汚れが凄まじかったので、ハイターで綺麗にしようと思ってまして、その代わり使ってるスピンパイプからもね、勢いよく水が出てきております。まあこんな感じで流木もなくなり、無造作にここにあるのは観葉植物だけっていう感じで、こっちはポトスとかの軍団
相変わらず凄まじいですね。でもなんとなくここが寂しいね。分けれる、あ、分けれた。このテルノシリーズの名前忘れましたが、これを分けまして、片方をちょっとこの辺にちょろっと入れといて、でもう片方は元あったところにね入れておこうかな。あ、葉っぱ取れちゃいましたが、そういうこともある。新芽出てますね。いい兆候です。根っこもバッサリ切った割には本当にいい成長してくれてて嬉しいですね。なるべく光が水槽に入るように最後の一押しをして、さあどうかな。うん、だいぶ明るく広くなったなーっていうのが正直な印象です。まあどっちかっていうと左の方、こっちは暗いですけどね、このポトスがある分。でもこっちはこう半分ぐらい根っこで真っ暗だったのがなんか透けてね、透けて良くなりましたね。近くで見ると本来希望していたようにニモさんがしっかり見えます。ニモさんやっぱり真ん中にも来たかったのかな。実はね、これちょっと裏話なんですけど、ペルマトという魚がこの水槽には入ってたんです。ですがそのペルマトがね、メンテナンス中もずっとニモさんにちょっかいっていうかアタックしてたんですよね。もうニモさんグッピーにもやられるわ、ペルマトにもやられるわ、でそれで仕返ししないもんですから、本当にそれはこの子の気性というか性格なんでしょうけど、それでちょっと飛び上がったりしてたので、また同じような事故が起こったら嫌だなと思って、ペルマトさんはコリドラスの水槽にお引越ししました。この度ね、その方が多分いいと思って、ペルマトにとってもね。というわけでペルマトさん不在なのですが、こんな感じでアクアグラベルを敷いたソイルにニモさんに CO2、 オーストラリアの地止めはどこ行ったっていう感じなんですけど、まあいいか。水槽の右半分はこれでもだいぶ、空間が増えましたよ。こんな感じでね、こっちの右の方もお魚が行ったり来たりできるぐらいの空間はできましたと言いつつも、誰も行ったり来たりしてないんで説得力がないけど、この水槽もお魚減りましたからね。寿命とかもぼちぼちあるんですよね。ちょっとチューブが見えるのがあまりかっこよくないんですけど、はい、なんとなくチューブが見えないように細工してみました。後ろには山崎カズラとかラシャバポトスの葉っぱが大きいのがあるので、それで隠したっていう感じですけどね。はい、というわけで60センチスリム水槽のメンテナンスが終わりました。本当はエーハイムの掃除とかはするつもりなかったんだけど、まあ、結果的にはね、年内にすることができて3台とも綺麗になったので、私の気持ちも軽い、明るい、とてもすっきりとした気分で年末を過ごすことができますね。
お掃除大変でしたが、ですが結果としては今もね、ここにニモさんがいて近くに寄ってきてくれているのをよく見れるので、いやー、メンテナンスして本当に良かったなと心から思います。はい、2024年もメンテナンスできる限り怠らずまあできる時に、しかるべき時にやるということでやっていきたいと思います。2023年、皆様ナチュラリウムタイムスを応援していただき、見ていただき本当にありがとうございました。2024年もこんな感じで、どんな感じだろう、まあナチュラリウムタイムスの感じで続けていきたいと思いますので、これからも見ていただけるとすごく嬉しいなと思います。今日の動画で少しでもいいなと思ってもらえた部分がございましたら、グッドボタン、今年最後のグッドボタンですよかったら押していってください。よろしくお願いいたします。そしてコメント欄、皆様のご意見ご感想もしございましたら遠慮なく残していってください。楽しみにお待ちしております。そしてチャンネル登録まだだよという方いらっしゃいましたら、もう今年最後のチャンスです今年はね、まあ来年もやりますけど、もしよかったらですよ、気が向いたらチャンネル登録というボタンをピッと押していただけると、私のモチベーションがすごく上がるわけなんですよ。はい、その気持ちがすごく嬉しくてね。なのでチャンネル登録していただいて、またこれからの投稿も見ていただけるととっても嬉しいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。では皆様、良き年末年始をお過ごしください。本当にありがとうございました。じゃあまた会いましょう。お体に気をつけて、じゃあまたね。バイ。See you.